高安、左、松木落としで琴奨菊を破る、撮影、北朝、写真を拡大、大相撲名古屋場。初初日、2018年7月8日ドルフィンズアリーナ、角番の両大関が明暗を分けた。昨年の九州場所以来、自身二度目の角番を迎えた高安は土俵際に追い込まれながらも、詰めに来た琴奨菊に対して足を浮かしてくるりと反転。最大のピンチをしのいでの白星に、本来の相撲ではないが、気持ちは前向きになりました、と安堵した。先場所は場所前の稽古で左肩を負傷して全休。調整を不安視する声もあったが、明日また堂々と、と前を向いた。一方で昨年秋場所以来、自身7度目の角番となった豪栄道は手痛い黒星を喫した。立ち合いで正代にぶち当たり優位に立ったが、抱えた右腕が、すっぽ抜けた、と土俵際で形勢逆転。